皆さんこんにちは。こんにちは。チームプラオレ本郷さとみです。増田陸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ウミガメのスープ問題に2人で挑戦していこうと思います。ウミガメのスープ問題っていうの、皆さんもしかしたらご存知の方もいるかもしれないんですけど、絶対それ答えがわからないよっていうアバウトな問題がバンと出された時に、その答えを出題した人にいろいろ自分が質問してって、その答えにどんどん近づいていくっていう、結構難しそう、推理っぽいというか問題なので、ちょっと頭を柔らかくして挑戦。ないですけど頭ない、一応私は見えてるんだけど頭一応ない、脳みそを使って頑張ります。でもなんか今回あのチームプラオレということでですね、アニメに出てくるキャラクターで、りっくんはまなかちゃん、私はゆうちゃんをしておりまして、この2人がね結構性格だったりとか、まあそれこそアイスホッケーの捉え方というかね、取り組み方とかも全然違う真逆なキャラクターなんですけど、まなかちゃん特に直感考えない、動いてイエイみたいな感じで動いてイエイ。逆にゆうちゃんはもう本当に頭でいろいろ考えて、よしやってやるぞって感じの、もう本当にね真逆なタイプなので。ちなみにりっくんはどっち？いや私はあんまり考えないで直感で、なんか体で覚えるタイプなので、まあ、似てるかなとは思いますね。結構ね、私はね逆にそれこそゆうちゃんみたいに考えてから動くタイプだから、これいい感じなんじゃない？そうだね。なんで笑われてるの？なんで笑われてるのかな？これもしかしてまだ学力テスト響いてるって。あーやる気なくしちゃうよこういうので。頑張りましょう。じゃあ今回はですね、ちょっといろいろ2人のねキャラだったりとかも注目していただいて、頑張って問題解いていくぞ。おでは早速先に私から出題していこうと思います。はい、では問題です。ある男が銀行の前に車を止め、銀行の中に走り込んだ。男は25人を動けなくし、200ドルを持って銀行を飛び出した。一部始終を見ていた警官が男を呼び止め、そんなことをしてはいかんと叱咤したが、警官はすぐに男を解放した。なぜだろう、なぜだろうという問題です。こっからりっくんがいろいろ私に質問をして答えに近づくといった流れになります。さありっくん、何でも聞いておいで。男は急いでましたか？はい。ちなみに私はですね、あの質問に聞かれてもはいかいいえでしか答えられないので、ちょっとそちらもね、質問する内容もちょっと結構重要になってきます。銀行強盗ですか？いいえ。25人は銀行の中にいますか？いいえ。いいえ。なんで？銀行の前でわちゃわちゃしてる感じですか？はい。男は歩き？いいえ。歩きで銀行。車ですか？はい。男は犯罪をしてないですか？はい。してない。してない。はい、25人。警官はなんで見逃したんだろう？それが答えなんだよね。見逃したら、そうね。道狭い、銀行の前の道は狭いですか？いいえ。まあどっちでもないっちゃどっちでもないかな。25人は外にいるんですよね？はい。車を止めた。車を止め、銀行の中に走り込んだ。あ、車の後ろにいたんだ25人が。では答えはまとまりましたか？まとまりました。では答えをお願いします。と、男が銀行の前に車を止めちゃったから、後ろが詰まって25人がわちゃわちゃしちゃった。どうですか？正解です。イエーイ。もうちょい詳しく言うと、男は200ドルを下ろすために銀行の前に車を止めた。そのせいで渋滞になり、後ろの25人のドライバーが動けなくなってしまったため、警官に怒られた。いやー、やっぱ直感が勝ちますよ。で、まだ私何もしてないんだけどな。何もしてないんだけどな。じゃあ次は私からさとみんに問題を出します。よし、じゃあ読みます。小さな女の子が両親に決して地下室の扉を開けてはいけない、
開けたら見てはいけないものを目にすると注意されていた。しかしある日、両親が出かけている間に女の子は地下室の扉を開けてしまった。果たして女の子が見てはいけなかったものとは何だろうか、という問題でございます。地下室、開けた先にあったものは怖いものですか？ノーです。ノー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 。それはサプライズ的なものですか？サプライズなんか開けたらそこに、なんだろう、その子誕生日で、うん、あの押し込んでたみたいな。いいえ。あ、いいえ。いいえ。いいえ。その女の子にとっては嬉しいこと。イエス。嬉しいこと。え、それ両親は女の子を驚かすために隠してたんですか？違います。違います。それは家の地下室ですか？家の地下室。家の地下室。家の地下室でしょ。サプライズじゃない、誕生日でもない。あ、女の子は地下室の外にいますか？ No。なんて言えばいい？中にいますか？イエス。中。あ、両親はその女の子のことを愛していますか？愛してるか、愛してないか。愛していますか？どちらかといえば愛してないかもしれない。愛してない、愛してない。 OK です。あ、多分いける気がする、はい、多分。じゃあ答えを。はい、とその小さな女の子は地下室の中にずっといて、親に外に出ちゃダメだよってずっと閉じ込められていて、で親がいなくなった隙に外に出て、こんな広い世界があるなんてみたいな感じで感動した。感動した感動した。どうでしょう？正解です。すごい、すごい、すごい。やっぱ考えるからさなるほどね、内から開けるんだ。じゃあ答え読みますね。うん。女の子はその日、言いつけを破って生まれて初めて地下室の扉を開き、外の世界を目にした。両親の手によって地下室の中に閉じ込められていたのはその女の子だったのだ、です。なるほど。問題作った人も結構意地悪ですよ。確かにねでも答えを聞いてからもう一回こう問題文見ると、確かにそのね、抜けてる部分をね、うまいこと質問で攻めていけばやっぱたどり着ける答えだなって思う。よくできた問題です。あー、すごい。2問目いきたいと思います。はい。問題。ある男がレストランに入り、店員に水をくださいと言ったところ、その店員は男に銃を突きつけました。するとその男はありがとうございましたと言ってレストランを去りました。なぜ？なぜその男は、なんか危機的状況にありますか？そういえばはい。はい。人によってははい。水をください。喉が渇いていたんですかね？いえ。いえ。その場所には、店員と男2人だけ。まあ、おそらくは多分普通に他のお客さんもいたかなって感じかな。何、わかんない。わかんない。わかんないよ、こんなの。水を飲みましたか？いえ、いえ。なんでだ？結構さっきよりもね、もうちょい深く考えないと出てこない気がする。考えないと出てこない。うんでも直感が、直感がなんか効かなくなってきたな。そんな魔法的なものだったの？その後死にましたか？いいえ、ありがとうございましたで帰ってきました。その店員と男の人は友達ですか？いいえ。初対面？はい。わかんないよ。頑張れ、りっくん。ヒントなしですか？ヒントなし。そうだね、結構やっぱこの質問がある種ヒントなので。あー、そっか。レストランですか、本当に？はい、嘘はついてないです。何も食べないで帰るんですか、レストラン行ったのに？ちょっとクレームはやめていただきたいんですけど。ちゃんと食べなさい。ありがとうございます。男の人は悪い人ですか？いいえ。店員さんは悪い人ですか？いいえ。じゃあ一回さ、なんか試しにやってみたらいいんじゃない？じゃあ私が店員やるわ。分かった。
カランコロン。いらっしゃいませ。すいません、水ください。あ、はい。ガチャ。ありがとうございます。カランコロン。わかった？わかんないよ。そんなんでわかんないよ。わかんないかな。逆になんかりっくんが水を飲むタイミングとかいろいろ考えてみたらいいんだよね。水を飲むタイミング、喉が渇いたら飲む。でも喉は渇いてないんだよね、この男の人。意味わかんないよ。ギブアップだったらギブアップでいいですか。ギブアップで。ギブアップ、しょうがないな。そう、答え教えてあげるか。答えは、男はしゃっくりが止まらず困っていたためレストランに入り、しゃっくりを止めるために水をもらおうとしていました。そのことを察した店員は、男のしゃっくりを止めようと驚かせるために急に銃を突きつけたのです。おかげで男のしゃっくりは収まりました。めでたしめでたし。そういうことか。そう、水を飲むっていう状況を多分、うんうん、最初に喉が渇いた以外の候補が出てきたら、もしかしたらうまいこと言ったかもしれない。しゃっくりで水飲むかもしれない。うわー、苦手だわ。難しかった。ね、でも確かにこれはちょっと難しかったね。しゃっくりなんか出てこん。はい、じゃあ次最後の問題です。これ私が勝ったら、ゆうちゃん率いる私、ゆうちゃん率いる私よく考える熟考タイプの勝ちになりますけど、それでよろしいでしょうか。いや、でもまあ難しい問題を用意してくださったので。おー、なるほど、直感で選んだ難しい問題受けてたと。じゃあ問題読みます。お願いします。はい。薬局を開店することにした男は猿を買いに行きました、うん、そして、うんうん、近所の小学校に注意をしに行きました。その結果、男の店はとても繁盛しました。なぜでしょう。猿を買いに行った。猿は動物の猿で間違いないですか。はい。その猿は生きてますか。ちょっと待ってね。今理解しようとしてる。生きてます。生きてます。その男は学校に関係してますか。関係はしてないです。その小学生たちは猿を目当てに薬局に来るんですか。猿を目当てに小学生は来ます。猿を目当てに。猿と小学生は仲良しですか。仲良しなのでは。仲良しなのではってことは、そんなにじゃあ関係ないよね。猿と薬局を開いた男はいつも一緒にいるんですか。猿と男はいつも一緒にいます。その男はどうしても薬局を開きたかったんですか。開いたんだからそうだと思います。開いたんだから開きたかった。そうだよね、開きたかったんだよね。男だってね。その猿はお金を払って買ったんですか。はい。この問題って結構難しいですか。難しいと思います。りっくんだったら結構余裕で答えられますか。絶対に無理です。男が小学校に行った時にはすでに薬局に猿はいたんですか。います。その注意は猿に関わることですか。猿に関わることです。猿にも関わるし、繁盛にも関わるんでは。ちょっと違うかもしれないけど、一応私が考えた答え、はい、答えが、猿を小学校で飼ってて飼育しててその猿が逃げ出した、うん、もうすごいボロボロになりながら街中を歩いてるところ男と出会って、その男が最近薬局を偶然にも開いていた。でそこに動物用の薬もあったので猿を連れて帰ってこう治療してあげて、これは小学校から来た猿だって気づいた男は小学校にこう言って、うん、猿を大事にしろって思ってそんなお兄さんのとこに猿がいたんですかってなって、みんな薬局に行って、あー猿だーっていう感動の再会を果たして、みんなその思い出が詰まった薬局にたくさん通うようになった。違います。感動ストーリーじゃない。でもそれじゃない。答え言いますね。お願いします。猿を見物に来るときは保護者と来てねと注意をしたら、保護者がついでに買い物をしてくれたからです。私の方が良くない答え。私の答えの方が良くない。
はい、ここで試合というかね、ウミガメのスープ問題対決終わったということで、見てる方答えられた人いるのかな。ねえ、絶対ないと思う、ね、ちょっと今回はね、私たち1対1ということで、まあ決着はつかなかったんですけども、うん、どうだった、でもやってみて。いやもうね、1問目は、うん、まあ、直感でいけたんですけど、そうだね、やっぱ熟考タイプは苦手なので、うんうん、直感のやつしか答えたくないですなんか私思ったんだけどさ、うん、あんだけ質問してたらもうみんな熟考って良くないって思ったね確かにそうだね、結構熟考じゃないみんな、うんうんうん、ね、まあ、次はね、私も熟考に磨きをかけておくんでちょっと熟考にシフトチェンジします。あれ熟考対決をじゃあ今度はウミガメのスープでまたやるために頑張っていこうと思います。はい、ではこの動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントもお願いします。お願いします。それでは心の絆でパックをつなげ、バイバーイ。